ポロスの雫。彼、いちいち一番から聴取した情報の中でも特に気になる単語でした。その雫が教団におけるラウンズをラウンズたらしめる要素であるらしいとのことです。雫ですか。らしいというのは、111番はディアボロスの雫と呼ばれるものの詳細については全く知らず、ただその雫がラウンズにとって重要なものであるということ、そして悪魔つきの症状が深く関わっていることを昔からの教えとして知らされていたそうです。悪魔つきというのは不思議なものだな。発症した部位を切り飛ばすように切断しても、肉腫が瞬時に盛り上がってまた症状が現れる。はあはあはあ、まさに呪いよ。呪い呼ばわり。貴様、何も知らないのか。何も知らないだと？まさか。知っているとも。雫のことも、それがどのように作られるのかもな。何？だが、知っているということと円卓のおこぼれに預かるかどうかは別の話だ。貴様はやはり教団に対して。私とイータが介入する直前、セルゲイと111番の言い合いにも雫という言葉が出てきたのを確認しています。悪魔つきの症状が呪いではないという認識でいるのは興味深いところですね。111番によれば、チルドレンでしかないセルゲイがディアボロスの雫の作り方を知っているというのは本来ならばおかしいことなのだそうです。ですが実際セルゲイはその雫に頼らないといったような言葉を返しています。推測するに、雫はディアボロス教団にとってとても重要な要素であると考えられる上に、セルゲイもまたラウンズに深く通じているチルドレンである可能性が高いものと思われます。もしくは少々飛躍するけど、セルゲイ自身がチルドレンではなくラウンズである。それに作られるものとなると何かの力の源なのか、それとも豊富な資源の比喩とかかしら。昔からというのも気になりますね。これまでガーデンが掴んできた教団の情報にはラウンズやチルドレンといった話はありませんでしたけど、さらにそのチルドレンに対しても開示されていないラウンズだけが握っている情報ということですよね。ラウンズによって情報が統制されている以前に、そもそもラウンズ以外には詳細が知らされていない。隠蔽されている理由がどうあれ、雫というのはラウンズを中心とするディアボロス教団による世界の支配体制において、教団の組織そのものを司っていたり、組織を成立させるための要素だったりするのかしら。セルゲイが教団において雫を求めない理由も、そもそも雫がどういうものなのかも全くわからない状況ではありますが、教団の情報を探っていく上で大きな手がかりを得られたことは確かです。ラウンズ、チルドレン、そして雫を調べることで奴らの正体をより明らかにすることができるはず。教団が悪魔つきを捕らえた実験台としているのも、その雫が関係しているのかもしれない。奴らの動向と秘密をより深く探っていきましょう。ゼータにもこの方針で動いてもらうよう連絡するわ。ベガルタ七部剣にして教団のチルドレンとされるセルゲイ公、ラウンズの尻尾をつかむためにも彼が一体何者なのかをガーデンとしても詳しく知る必要があるわ。ガンマとイータから報告は受けているけど、改めて実際の体感としての話を聞いてもいいかしら。もちろんです。それではイータを呼んできますね。アルファ様はしばらくお待ちくださいませ。あ、私も一応ついていきます。アルファ様はごゆっくり。一応一応私はお茶の準備をしますね。アルファ様はゆっくりしていてください。ありがとう。急に手持ち無沙汰になってしまったわね。
このところ難しい判断が続いてましたし、たまにはゆっくりされるのも大事ですよ。ええ、それじゃあイータが来るまで別にみんなして気を使わなくてもいいのに。これこれ、うまうま。なるほど。ガンマの防御を的確に崩せるほどの剣技、セルゲイ・ゴーンは侮れない相手に。しかもシャドウガーデンの存在を知っていた。ディアボロス・チルドレンの間でガーデンの存在は知られていると考えてもいいのかしら。それはどうなんでしょうか。セルゲイは実在していたとはなと言っていました。つまり信頼度の低い情報として扱われていたんです。でも93番を救出した作戦の時に教団員は私たちのことフェンリルから聞いたって言ってたわよ。ですがネームドチルドレンだった111番はガーデンのことを全く知らなかったわけで。つまりディアボロス教団内でシャドウガーデンについての情報は錯綜している。教団も決して一枚岩ではない。立場によって知り得ない情報もあれば、知り得るはずの情報を全く知らなかったり、情報を知っていても信頼していなかったりする。大規模な組織である教団の中で構成員とその立場によって情報の精度と共有の姿勢に差が生じているのでしょう。イドガル王国の主要派閥であるフェンリル派には私たちの存在はすでに周知のところであるとして、ベガルタ帝国の教団関係者にとってはまさに対岸の火事ですらないのかもしれないですね。イータ、セルゲイの戦闘能力について他に補足したいことはあるかしら。もうある。111番に発電させてた時いろいろ聞いたんだった。ちょっとイータ、聞いたんだったらどうして追加の報告を。大方発電とやらの実験の方が大事だったんでしょ。ふふ、イプシロン分かってる。今度111番の代わりにペダル漕いでほしい。それはお断りよ。体が引き締まってスタイル良くなる。とっても美容にいい。え？いやいや、騙されませんからね。本当なのに。それで補足事項というのは。お、あいつの傷口マラクみたいに再生してた。そんな。マラクみたいに瞬時に傷が塞がるわけじゃないけど、ガンマの攻撃奇跡的に当たって鎧を貫通した分もすぐに治ってた。近くで観察できなかったから確証なかった。でも111番に聞いて裏取りした。あいつはそういう再生の力を持っているらしい。そんな、それじゃあどうあがいても私あの勝負に勝てなかったんじゃないですか。瞬間的な再生能力、人間技ではありませんね。古代のアーティファクトを使ったりしているんでしょうか。悪魔つきの治癒を経て強力な魔力を操れるようになった私たちでも、受けた傷を一瞬で再生することは難しい。セルゲイを強者たらしめる秘密はその再生能力にも秘められているのかもしれない。ディアボロス教団を相手にするということはそういう敵を相手にするということ。そんな敵にどう立ち向かえばいいんでしょう。それなら切りつけた部分にスライムがこびりつくようにすればいい。確かに傷口に滞留したスライムが魔力による再生や回復を阻害すれば、確かに効果的な対抗手段になりますね。スライムソード改良する。だから
研究予算いっぱい欲しい。こら、イータ、どさくさに紛れて。あげましょう。いいわね、ガンマ。そんな。ふふん、ブイブイ。で、ペダルこぐ。こがないわよ。